それでは行きましょう。2回戦第1試合、チェホン VS 緑泉カルマ。それではこの2人の戦いのヒップホップのビートのルールを教えてください。逆だ、ヒップホップルールのビートを聞かせてください。ダリーミックス。そしてレゲエルールのサウンドを聞かせてください。ダリーミックス。それでは先攻後攻とルールを決めるじゃんけんをお願いいたします。高校。それでは立ち位置を入れ替わっていただき、先攻のチェホン、ルールを決めていただきたいです。ヒップホップで。ヒップホップ。それではヒップホップルール、先攻チェホン、高校両カルマ、8小節の3ターンとなります。それでは行きましょう。2回戦第1試合、レディーファイト。求めるのは外見より内容、そして何よしそこへの愛情。バカとカルマは使いよ、操作ほとんどのものがそうだろう。ブミと言われるとやる気倍増、下積みで傷を負った代償、飛び込んだ世界は後にはバレない。そうカルマを倒そう。バカとカルマは使いよ、俺より俺を上手に使えるやつは今んとこ一人もいないよ。内容フロー全てぶち抜けてるよ、リスペクトを釣るぜチェホン。今までずっとこっち側の土俵で戦って、やっとお前にレゲエのルールって思ったのにヒップホップ選ぶんかよ。 Yo, 退屈なそのラップにケチつけてケツ蹴り上げる話、偽りの音楽を作れない、所詮俺ならヒップホップじゃない。そんなラガマフィンの物語、すぐに黙らす商売がたき、正体暴くなんて簡単さ、音源がちょっとクソダサい。所詮とかヒゲしなくていい、どんな音楽だって簡単にかませばいい。音源の話よく理解できない、自分の耳を恨んだ方がいい。お前の音源だって俺からしちゃダサい、ヒップホップがかっこいいから選んでる。ヒップホップだけを一生聴いといてください、よかったら俺に耳貸しといてください。 Yo, 俺の耳がおかしいんじゃない、ダサいと思うからだくちダサい。お前がやってるかっこいいのをできてない、みんなに伝えれてない、伝わってない。評価されるために音楽やってるんでしょ、何も評価いらんなら一人でずっと趣味でやっとけばいいやんけ。 Yo, 緑カルマ、そう俺の音源聞いたことある、今度 CD あげるから一回聞いてみろボケ。評価される前に音楽やってんのか、そうか、だからお前はダサいんやろうな。俺は俺の心を震わすためだけの音楽、よかったら聞いてください程度の話。どうせ所詮お前らに伝わるなんて思ってない、お前にも伝わってない、やっぱそうでしょ、俺の想像通りでしょ、俺の頭の中で転がってる言葉よくわかるかよ。終了。それでは判定に移りたいと思います。先攻チェホン、後攻両線カルマ、勝者チェホン。両線カルマに大きな拍手。両線カルマ、何か一言お願いします。いや、なんかチェホンいつもヒップホップの方出てきて勇敢に戦ってて、で、まあ、高校選んでレゲエでやっと彼の土俵でと思ったんですけど、それなのにヒップホップを選ばれて負けるっていう、完敗です。ありがとうございました。ありがとうございました。